ケルサダム竣工昭和36年3月。竣工の工ってこの時の時のさ、工事の工、え、カタカナの絵みたいなの時の バージョンがあるような気がするんですけど、どっちが正しいんだろうね。うわ、めっちゃでっかいアリ。めちゃでか。しかも、なんか胸のところが赤い。毒とかあるのかな？サイフォン TV。こんにちは、サイフォン TV です。今日はどこにいるかというと、岩手県花巻市に来ています。で、こちらがですね、豊沢ダムというダムです。で、今日も、農林水産省のバズマフ大地と緑の探検隊チームとコラボで一緒に動画を撮影させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日見学させていただく豊沢ダムなんですけど、どんな特徴があるんでしょうか？はい、こちらの豊沢ダムなんですけれども、大変歴史のあるダムとなっております。はい、一番最初のですね、県営事業計画の時から通じまして、太平洋戦争での事業中断など、いろいろな状況を通じて、昭和35年にですね、完成したダムということがまず一つ特徴として挙げられます。はい、で、二つでございますけれども、今ですね、こちら更新工事によってですね、様々な機械類新しくなっておりますので、こちらの新しくなった機械類もぜひ見ていただければと思っております。わかりました。はい、ありがとうございます。ではこれから見学に出発します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず、とりあえず天場を、なんかちょうど今いろいろ点検作業なんかをやっているそうなんですけど、現場を歩きながらとりあえず、スペックなんかをご紹介します。豊沢ダムは岩手県花巻市を流れる北上川水系豊沢川に作られている重力式コンクリートダムで、抵抗が 59.1m、 低長長 150m の灌漑用水専用の重力式コンクリートダムです。管理しているのは東北農政局なので農林水産省ですね。着手された年は不明なんですけど、竣工したのが1961年です。今放流してますが、これは、大体毎秒6立方メートルぐらい放流しているそうで、今9月のもう下旬なんですけど、これは灌漑用水の補給とかではなくて、貯水池の調査をなんか行うらしくて、そのために貯水池の水位を下げるため、プラス下流の河川維持用水なんかも合わせて毎秒6トンぐらい放流しているそうです。なかなかすごい迫力、でも毎秒6トンだけってすごい迫力ですね。で、今放流しているところは、いわゆる放流、利水放流設備なんですけど、そのすぐ下流に今新しく作られている建物が水力発電の設備を今新しく設置する工事が行われているそうです。だからまあ灌漑用水の専用ダムなので、もうこの貯水、今溜まっている水はもう今シーズンは補給に使われることはないと思うんですけど、なので今貯水池の調査を行うそうで、今水位をどんどん下げている状態みたいですね。おお、このクレストゲートのはラジアルゲートだね。オレンジ色のラジアルゲートが3本ついていますが、このゲートの巻き上げ機が乗ってる、この、なんて言うんだろう、これ。この、巻き上げ機が乗っている部分のこの橋が、天場橋梁っていうのかちょっとわかんないですが、これはあれですか？アーチ構造になるの？すいません、橋は僕ちょっと全然わかんないんで、あれですけど、なんか、鉄骨が組んであって、すごいなんか時代を感じさせるかっこいい造形ですね。めっちゃトンボが休んでるな。おお、こっからもなかなか
すごい迫力です。ほら、ここにも観光が休んでる。現場は、一般道、県道みたいですね。になってるみたいで、結構、なんかこんな山奥にしては、なんか数分に1、2台車が通るような感じで、そこそこ交通量があると言ってもいいかもしれないですね。で、ちょっとここからだと見えないんですけど、管理事務所の建物は、この上流の左岸側にあるそうです。ちょっと見えないな、でもここからだと。あとあれですね、貯水池の、右岸側のところになんか、あれはなんだろう、建設時の遺構なのかわかんないですけど、コンクリートのなんか柱みたいなものが立ってますね。あれはなんだろうな。で、取水設備がここについてます。だからこのダムの目的としては灌漑用水オンリーなので、灌漑用水の確保と供給オンリーなので、下流で必要な分だけこの取水設備から取水して、あとはもうそれ以上もし大雨とかで流入があった場合はこのクレストゲートから、余分な分は放流するということですね。で、しかもその灌漑の期間が、はっきりとは分かんないんですけど、だいたい5月ぐらいから、4月か5月ぐらいから、9月の上旬か中旬ぐらいまでだと思うんで、その期間は、まあ必要な分を下流に放流する。で、それ以外の余分な分はなるべく貯めて、だから、あれですね、きっと雪がたくさん降ると思うんで、春先の雪解け水なんかをこう貯めて、満水にして、で、春先から、夏、秋の入り口ぐらいまで、その溜めた水を使って下流に水を供給するということだと思います。だからまあ今はこんなに水位低いですけど、これからね、まあ、もしもっと水位を下げたとしても、春先にはまた雪解け水で、大量に流れ込んでくるので、まあ満水に戻るだろうということだと思います。あそこに取水設備の流れ込む場所が見えますね。で、多分高さの違ういくつかのこういう取水口がついてて、で、それをこう調整しながら取水していくものと思われます。確かこれ反対側にはもっと高い水位の取水口がついていたので。というわけで、じゃあちょっとここもドローンを持ってきているので、ドローンをちょっと飛ばさせていただいて、堤体を、まあ、下流側、上流側、ちょっと見てみようと思います。はい、というわけで、豊沢ダムの全景はこんな感じですね。クレストゲート開いてますね。こうやって見るとあれか、冬の間は特にこう操作をしないで自然調節式というか自然越流式のダムのような形にしているのかもしれないですね。で、さっき管理事務所見えなかったんですけど、テーンバーからここに左岸側のこのちょっと小山を挟んだ奥にありますね。で、貯水池は結構上流の方まで続いてますね。今水位低いけど、あんなところまで、あんな奥の方まで貯水池あるんで、水位がもっと高ければもっと奥の方まで貯水池があるかもしれない、あると思います。あとなんかこの辺にこのなんかコンクリートのなんか構造物があるんですけど、なんだろうこれ、ちょっと後で聞いてみます。なんか丸い穴が開いてるね。建設時の遺構なのかもしれないですね、これは。
じゃあちょっと停滞の方に戻ってきて、上流側のゲートの近くまで行ってみようかな。こんな感じでオレンジ色のクレストゲートが3本並んでます。それから取水設備がこれで、あのほら、高さの違う、取水口がこの向かって左側と、この今正面のと、あとこの右側にそれぞれ高さの違う取水設備があります。という感じで、じゃあちょっと下流方向に向けていって、停滞を下流側から見てみましょうか。じゃあこの辺で下がりながらくるっと回って、はい、これが豊沢ダムの下流側から見た姿ですね。あ、なんかこう古き良き重力式コンクリートダムという感じがありますね。なんかそうだな、年代的に言うと、その今まで見てきたダムで言うと、鬼怒川の水系の怒りダムとかとちょっと似てるような気がします。あの放流しているところの近くに、ちょっとあんまり近くに行っちゃうと、ちょっと空気の、流れに巻き込まれちゃう恐れがあるんで、あんまり近づけませんが、こんな感じで、離水放流設備から今放流しているのがよく見えます。じゃあ下流側もちょっとゲートにもうちょっと近づいていって、おー、こんな感じですね。かっこいいオレンジ色のクレストゲート、ラジアルゲートが3本あります。ということで、こんな感じで、じゃあちょっと戻ってきてもらおうかな。停滞からちょっと上流側に来て、最近新しくなったという管理所に来て連れてきていただいたんですけど、なんとこの管理所、木造なの？木造だそうです。あ、本当だ、1階はコンクリート造りだけど2階が木造ですね。すごい。窓の外に見えるあそこが、今まで使っていた旧管理所だそうです。あ、でも操作卓なんかはまだ向こうにあって、これからこちらにデータなんかを移行してくるみたいです。この豊沢ダムの新しい管理事務所は、まあ、まだ機能が 100% 向こうにある古い今まで使っていた管理所から新しい管理所に 100% 機能がまだ移転してないみたいなんですけど、これから2年か3年かけて移転して、こっちに新しいダムコンも入って、機能がこちらに、今後はこちらで管理されていくそうです。ちなみに1階はコンクリート作りで、2階は木造。で、地元の、木材が、まあさすが農林水産省の、あの施設ですよね。地元の木材を使って農林ということで、地元の木材を使って作られているそうです。というわけで、豊沢ダムを見学させていただきましたが、いかがだったでしょうか。バズマフチームとはね、この後もう一個別のところを見に行く予定がありますので、お楽しみにしていただければと思います。では、この動画が良ければ、いいねボタンを押してください。あと、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。